視聴者さん、こんにちは。ずんだもんなのだ。ご機嫌いかがですか？東北キリタンです。どうもどうも、東北ずんこです。今回はミッドナイトシーンズフロムザウッズの実況4回目をやるべ。前回のあらすじをご紹介しておきます。オリバー君が来てからというもの、怪奇現象が続発する精神医療センター。センターは成長しすぎた多くの木に押しつぶされそうになっていて、イライジャは木と格闘するジョーさんを手伝ったのだ。そんな中、センターのマスコットのマーフィーちゃんが殺害され、イライジャたちはショックを受けるわ。マーフィーちゃんを手にかけたのはエイデンということで、ほぼ確定の状況なのだ。そしてマーフィーちゃんの死後、すぐにジョーさんの遺体が発見されます。とうとうイライジャはオリバー君に今起きている怪奇現象について尋ねることに。オリバー君はジョーさんを殺めたのは母だと言っていますが、第4回目の実況開始です。すべては10年前、湖の向こうの森で始まった。秋のことだった。ついてきて。オリバー君がとうとう真相を明らかにしてくれるのだ。ここは、あ、これは、僕は8歳だった。姉のティナはちょうど10歳になったところだった。懐かしいな。ほんとね。両親は仕事の出張で僕らをベビーシッターに預けたんだ。僕ら兄弟は彼女に森に遊びに行こうって説得した。でも森の支配者である母は僕らを誘拐するために彼女を殺害した。森の支配者。もしかしてマルケスさんは亡くなった後に森の支配者に利用されたのかな。確かに一階の悪霊ができる悪事の規模じゃなかったかも。森の支配者だって。彼女は森を徘徊する強力な精霊で、ここで育つもの全てを邪悪な魔術で支配している。なぜか彼女は僕ら兄弟が自分のものだと思い込んでいた。もしかしてオリバー君たちを愛するマルケスさんの思考が森の支配者と混ざった。さすがにマルケスさんがオリバー君たちのお母さんってことはないと思うけどな。ここはどこかしら。鳥の鳴き声が森の奥でしょうか。ここは前作でも見たことがない気がするのだ。大きな洞窟。これが僕らの家だったんだ。森の支配者にここに閉じ込められていた10年間ね。気が狂いそうなのだ。選択肢は迷うけど、森を一度も出なかったんだねを選択。本当に気の毒すぎます。君は家からたった数マイルのところにいたんだな。ものすごく残酷な事実なのだ。洞窟の中に足を踏み入れたわ。おや、光の玉が見えますね。調べてみるのだ。ティナちゃんもこの洞窟にいたのよね。光の玉が弾けましたね。あれ、周囲の光景がカラーになった。この子はティナちゃん。オリバー君もいます。オリバー、起きて。あなたのためにお湯を沸かしたの。オリバー君、体調悪そうじゃない？病気になってしまったの？大きくなったんですね。あれはティナ、僕の姉だよ。ここはすごく寒い。寒気がしてるのだ。ものすごい熱。この高熱はまずいわ。オリー。オリーって呼び方可愛いけど、そんな場合じゃないわね。あなたを病院に連れてかなきゃ、今すぐに。でも無理だよ。彼女がそうさせてはくれない。今日逃げられなきゃ、あなたは死んでしまう。ティナちゃん、やっぱりお姉ちゃんですね。ほんとだね。ダメだよ。逃げようとしたら母さんは僕ら二人とも殺すだろう。わかってる。でも他に何ができるの？あなたをここで死なせるわけにはいかない。根っことお湯じゃなく、本物の薬が必要なの。ボリバー君が病気になったことで、逃げる決心がついたのね。でもそれならどうしてティナちゃんは見つかってないのだ？これは火打ち石。何をするつもりなんだ？気をそらすの。準備できたわ。火をつけて森の支配者をかく乱するということ。すごいな。ほらこれ。あ、これは。小さいティナをよろしくね。やだ、お別れみたいな言い方なのだ。ティナちゃん、あなた。でもこれは僕がティナのために作ったんだ。幸運のお守りだろ。これをイライジャにくれたんですね。マジか。お願い、持っていて。もし私がダメでも、小さなティナはいつもあなたのそばであなたを守るわ。ティナちゃん、あなたって子は命を懸けて弟を助ける覚悟なんですね。やだよ、一緒に逃げようよ。ティナちゃん、愛してるわ、オリー。ティナちゃん、どこ行くんです？ダメだ、ティナ。彼女に殺されてしまう。ティナちゃん、どこに行ったのだ？画面が白黒に戻った。あれは君が僕にくれたテイクドールか。イライジャの立場が危ういから、案じてお守りに人形をくれたのかしら。オリバー君の後を追うのだ。
洞窟の奥に進めばいいんですかね。辛い場面も多いけど、ちゃんと最後まで見届けるわよ。はい、尊霊様。また光の玉が。これは。あ、なんてことだ。これが森の支配者。強そうだけど、確かに火には弱いかもね。大きいですね。どこからどこまでが体なんでしょう。記憶をたどってみましょう。どう見てもラスボスの貫禄なのだ。こいつは一体何なんだ。ティナちゃん、ここにも火を放つつもりなんですね。呼吸の音がする。彼女は森の心臓部だ。僕は彼女を母さんと呼んでいた。こんなお母さん嫌なのだ。強そうではあるけど。僕らの最初の乳母が歌っていた子守歌を毎晩口ずさんでくれたので、ティナは彼女をバーヤと呼ぶのが好きだった。ここに閉じ込めて二人を育てているつもりだったのでしょうか。やっぱりマルケスさんの残滓と同化してそうなんだよな、この支配者。不気味だな。彼女はまた寒さから僕らを守り、小動物を食べさせてくれた。彼女は何らかの形で僕らの面倒を見てくれたんだ。最低限の生命維持はさせてくれてたと。でも邪悪な存在ですよ。ごめんなさい、あなたを傷つけたくはないけれど、オリバーを死なせるわけにはいかないの。あなたは私に選択の余地を残してくれなかった。火をつけるのね。オリバー君のためだからこそ逃げる決心がついたんだろうな。森の支配者は今のところ無抵抗ですね。暴れ始めた。即死ではないけど効いてそうではある。ティナちゃん、急いでオリバー君と一緒に。二人の様子が気になるわ。後を追いましょう。10年一緒に暮らしたから十分だよね。二人を解放してあげてほしいのだ。怖いですけど、記憶の光に触れましょう。オリバー君体調悪そうだったけど、よく無事に逃げられたわね。本当だよね。頑張ってオリバー、ここから出してあげるわ。オリバー君、一人では立ち上がれないくらい体調が悪いんですね。頑張って、二人とも。あ、ティナ、嫌だ。ひどい、ひどすぎますよこんなの。助けられないのだ。どうしてなの？走って、母さんに追いつかれないように。最後までオリバー君の身を案じてるんですべ。こんなの、母親の愛情じゃないのだ。どうすればよかったの？オリバー君とティナちゃんは何も悪くないのに。大人は勝手なのだ。ああ、なんてことだ。それが母さんの最後の必死の行動だった。火で彼女が弱ったから逃げられたけど、今度は僕を狙って戻ってきたんだ。オリバー君、あんなに弱っていたのに自力で脱出したのね。ここまでされても追ってくるって、支配者の執念は一体どこから来るのだ。ちょっと想像がつかないですね。あら、何か。これは。ティナちゃんは怪物に。そうか、食堂を停電させたり、トイレでイライジャを脅かしたりしたのはティナちゃんだったのね。多くの木だ、支配者ってことかな。ティナちゃんはオリバー君を守ろうとしてたのだ。洞窟の入り口が塞がっていきます。火で支配者の力が弱まったのかもね。でも支配者はジョーさんを手にかけたりする力はまだ持ってたんだね。ああ、ここが。ここは君が発見された場所だよね。うん。質問ができるわね。どうして誰も見つけられなかったのだ。あの洞窟の中で君たちが誰にも見つからなかったのはどうして。森が僕らを隠していたんだ。確かに、そのくらいは平気でできそう。もう一つの質問も。どうして今まであれから逃げようとしなかったの。やったよ。一度ね、罰として母さんは僕らを暗い穴の中に放り込み、何週間もそこに閉じ込めたんだ。ひどすぎる。滅ぼさなきゃ。ティナは転んで足を骨折した。何日も痛くて泣いていたよ。さらうほど可愛いと思っていたのではないの。どうして。クソ。僕らは彼女に逆らってはいけないということを学んだ。それ以来事態は好転したよ。彼女は僕らの面倒を見てくれた。多かれ少なかれ母親のように。愛情とかあったのかな。どうなんでしょう。質問はこれで終わりね。オリバー君、辛かっただろうに教えてくれてありがとうなのだ。これからは二度と不幸な目に遭いませんように。本当にごめん、オリバー。君の体験がいかに辛かったか、想像することさえできないよ。君のお姉さんは君を守りたかったんだ。あいつに彼女を殺されたのは君のせいじゃない。僕にはよくわからないけどさ。姿は見えないけど、今もティナちゃんはここにいるのよね。僕の話を聞いてくれてありがとう。とても信じられないとは思うけど。ああ、完全に常軌を逸してはいるよね。
でもおかしなことばかり起きてきたからな。説明のようなものを聞けば何でも信じる心の準備はできてるよ。さすがは小さなスティーブン・キング。順応性が高いのはさすがですね。残念ながら警察の疑いをかけられたくない限り他の人にこんな話できないけどね。それはそうね。僕らで秘密にしなきゃ。それ以外に選択肢はない。オリバー君、イライジャに話してちょっとホッとしたのだ。あとは森の支配者をどうするかだけど。確かに、もう一回オークに火をつけるしか。うむむ。じゃあ寝室にこもって書き物をしていたんだね。あるにも秘密にしておくのね。ええ。そして誰とも話さなかった？話してませんね。それでは僕らの話もこれで一段落というところだね。あまり話すことはないって言いましたよね。いやいや、オリバーとの経験を話してくれてありがとう。彼のことが少し分かったような気がするよ。パルトの面談はこれで終わりですかね。オリバーや他の患者さんを疑っているわけじゃないことをもう一度強調させてほしい。後の仕事は警察に任せるとしよう。明日もセッションを続けようか。予定を確認してみます。はあ、長い面談だったのだ。お仕事とはいえアルも大変ね。今日はゆっくり寝て体を休めましょうね、イライジャ。お疲れ様なのだ。ほんと、いい景色ね。別荘だったらよかったんですけどね。時刻が進んで夜になったのだ。明かりが消えたわね。天候が崩れて嵐になったようですね。また不穏になってきたのだ。雷大きいわね。イライジャ、大丈夫ですか？まだか。息ができない。大丈夫だ。落ち着け、イライジャ。ただ普通に呼吸するだけだ。大丈夫？すぐに消えるさ。こういう時ってどうすればいいのかしら。イライジャ、我々がついていますよ。ちょっとは落ち着いたのだ。雷にビビったんだ。ただそれだけさ。夜中は特にびっくりするわよね。どうしますか？水でも飲みます？窓の外でも眺めようか。パジャマの柄かわいいわね。なんだオリバー君、こんな時間に何を。まさか奥に宿った支配者を。オリバー、見間違いじゃなさそうね。彼は今何をやってるんだ。土砂降りだっていうのに。これは様子を見に行かねばなりませんね。部屋の外へ。二人とも無茶するわね。何を企んでいるんだオリバー。僕はすでに君をアルから守るために十分なリスクを負っているんだぞ。君は僕を困らせるんだ。困ると言いつつオリバー君が放っておけないイライジャですね。他に起きてそんな子はいないのだ。警備の人がいる。くそ、彼に見られないようにしないと。懐中電灯を当てられたら一発アウトでしょうね。よし、この隙に左に行くのだ。全然気づかずにあっちに行っちゃったわね。警備員がいなくなった。もう心配いらないな。セキュリティがガバガバすぎて逆に心配になってきました。庭に出ないと。ここはどう？これはダメそう。オリバーは一体どうやって脱出したんだ。庭へのドアは夜間ロックされているじゃないか。グリーン先生がおそらくオフィスに鍵を置いているだろう。見てこなくちゃ。これ見つかったら言い逃れできそうにないね。誰にも見つかりませんように。グリーン先生の部屋、久々ですね。もしここで誰かに見つかったら永久に追い出されるだろうな。オフィスの入り口に鍵はかかってないのだ。大丈夫みたい。デスクを調べます。ごめんなさいなのだ。ここには何があるかな。鍵の他にもいろいろあるわね。このカードは。クリーン先生、もしかしてマッスルなお兄様方とエッチなことを。なるほどね。口紅は。これでアルの首筋の赤いシミの謎が解けたかな。え、アルとクリーン先生そういうご関係で。知りたくなかった。彼女を責められないな。お酒も常備と。あったぞ、庭への扉の鍵だ。グリーン先生もきっといろいろあるんでしょう。また雷が。イライジャ、大丈夫なのだ。オリバーのお母さん、あなたなのか。クソ、こいつは僕の不安問題に効果てきめんだな。そう言いながらも部屋に戻らないあたり、イライジャの決心は強いようですね。鍵を開けるわよ。嵐、ひどくなってる気がするのだ。無事に扉が開きましたね。外に出ましょう。クソ、オリバー。二人とも風邪ひかないでね。こんなのバカ出てるよ。そう言いつつも絶対部屋に戻らないもんね。君が乗り越えようとしていることは分かってる。でもこのままじゃ僕ら二人にとって悪い結果になるよ。木まであと少しです。オリバー君、大丈夫かしら。ああ、
行っても行っても水たまりばかりだ。木の根っこが見えてきた。オリバー君。オリバー、ここで何してるのさ。おいでよ、中に戻ろう。これは木に雷が落ちたのかしら。被害者は？オリバー。もういないよ。母さんは死んだのだと思う。もう彼女の存在を感じないんだ。ようやくこの時が。なんだってそんなことが可能なのか。火事の後、彼女にはほとんど力が残っていなかったんだ。ジョーを殺すという努力が彼女にとって大きすぎる負担になったのだと思う。でもそれはいいことなんじゃないか。君はやっと彼女から解放されたんだ。僕らのみんな。これで本当に終わりなの？そう思う。ジョーが亡くなったのは残念だけれど、君があの悪夢を忘れられて嬉しく思うよ。さあ、中に戻ろう。風邪をひいてしまうよ。というか、火事で力が弱っていて、あの強さ、厄介さだったんですね。ほとんど自然災害だね。ほんとね。寝室に戻るんでしょうか。オリバー君の部屋に行くのかな？そうみたい。おや、カメラが。隣って、確かエリックの。二人でいるところを見られた？本気なのがエライジャ、よりにもよってやつと。これは、エリック、マジでエライジャのこと。何と言えばいいのか。僕はバカだ、クソバカ野郎だ。いやでも、オリバー君とエライジャが恋仲と決まったわけでは。多分、関係ないのかも。自分の知らない秘密を共有しているものね。はあ、傍観者なのに胃が痛いですよ。でもなんか親密な空気ね。さあ、横になって。君には休養が必要だよ。僕ら、もしかして邪魔？そうかも、消えておきますか。君と君のお姉さんが体験したことはめちゃくちゃで、まさに恐怖物語だよ。でも君は生きていて、あの恐ろしい怪物は永久にいなくなった。あとは、君のためにいい続編を書くだけだな。今回の実況はこのくらいにしておこうか。次回、波乱の最終回です。まあ、このまますっと終わらせてもらえるはずないわよね。ご視聴誠にありがとうございましたなのだ。また次回、最終回でお会いしましょう。それじゃあまたね。チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。